てえじゃねえか、おっさん。何見てんだよ。お？やんのか、てめえ。てい！しばらく寝てろ。お願いします。ああ、そうだな。俺もお前と二人きりになれて嬉しいよ。今すぐにでも殴り飛ばしたいくらい、お前のことはムカつく野郎だと思ってるぜ。
俺の初めてを奪ってほしい。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。強がって何？え？
おい、ha ha!
イラしてんだよ。さあやろしばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました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 。おい。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。さあ、行くか。どうした？昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ、私が人言派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ？ママの言っていたことから推測して、私の両親が二十数年前東条会に殺されたとするなら、両親は東条会に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃない？お前も人言派の生き残り？そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。手間取らせやがって。行きましょう。
おい。行きましょう。おい。食っちまった。もうすぐよ。何見とんねん。やったね。しばらく寝てろ。行きましょう。もうすぐよ。着いたわ。ねえ。時間食っちまった。もうすぐよ。
おい。せがって行きましょう。そんなに急がなくてもいい。もうすぐよ。着いたわ。はあ、おい。取らせやがって。行きましょう。もうすぐよ。着いたわ。何？え？
おい。え？おい。おい。うん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 。う
行きましょう。もうすぐよ。なんだよ。なんだおっさん。しばらく寝てろ。行きましょう。もうすぐよ。着いたわ。おい。ん？はあ。あん？手間取らせやがって。時間食っちまった。
ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の薮田は5八馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で薮田は負けた。4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、薮田はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。20数年前の神室町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。薮田は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもうた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします。教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。ありゃクリスマスの夜やった。クリスマス。お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ。あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして。仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの。ちゃう。キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。
その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが売った仲間っていうのは誰なの？実はあと2人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？吸収が外れてわしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらってこうして生き延びとるんや。じゃあ佐山の父親は真言派のボス。その後ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ヒゲを生やした男やった。それは風間のおやっさんだ。俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないよ。真言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだとも。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ、郷田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。Come on.
合田会長の居場所を言え。人言派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日、おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ。帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違った。さんの後を追った。おやっさんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が逃がしてくれるというのか。ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。
カズマ。やはり罠だったんだな。待て、そいつは東城会の人間じゃない。助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだった。俺を撃たないのか。どんな償いでもすると言ったろう。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。から俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。
蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど、オメ連合の跡目はもうわしのもんや。うり。こいつつこて、キリュウの首取るで。お前らしい作戦だな、戦後。キリュウっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。これは。ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。
彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。それでは。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。